はい、こんにちは。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。今回は10月19日に登場した歴戦の空。こちらをソロで誰でも簡単に討伐できる方法、こちらをご紹介します。今回使用している武器が拡散ですけども、他の武器でも問題なく討伐ができますので、ぜひ試してみてください。今回はその中でも一番おすすめの拡散の方でやっていきたいと思います。まず始まったら、そのままゾラの上に、向かいます。始まりましたら体力の装備、こちらを着て、こちらの排熱機関式ですね、こちらの方に向かいます。で、少し上に行ってから機関榴弾、こちらを装填してそのまま撃っていきます。撃ち終わりましたら上の方に登りながら武器をしまいます。で、この右側ですね、こちらにそのまま向かっていきます。回り込んだらこの最初に登る分、これをどんどん登っていきます。この一番上まで登っていきます。弾の方は、通常のレベル1ですね、こちらをセットしておきます。一番上まで登りきったら落石を2箇所落とします。落としたら、こちら飛び降りるのではなくてここに貼り付きます。そのまま上に登っていき反対側に降ります。この正面の、落石の方を狙っていきます。一番下まで降りて少し待ちます。この時弾が届かないので約30秒ぐらいこのまま待ちます。落石を狙ったらその後またこの上に登っていきます。剣士の場合には石ころが一番上、先ほど登った分ですね、あちらに石ころが落ちてますので、それを拾っていただければ十分破壊できます。破壊が終わったらそのまま上に登っていきます。剣士の方はこの辺で待機してください。ガードができる武器の方はこのまま一番上まで登ります。受付嬢がマグダラスが力を貯めていますと表示されたら、こちらの正面に向かってガードをしてください。ガードができない方は先ほどのように壁の方に張り付いていただければ大丈夫です。このようにガードが成功します。今回武器の方ですけども、強化パーツにシールドと近接射撃、こちらをつけています。これで1個目を破壊します。2個目はここからだと届きませんので、このまま回り込みます。この位置で待機します。で、落石を破壊しましたら、こちらのコアノブ、こちらに飛び降りて、流熱機関式、こちらを撃っていきます。機関式ですね。こちらの機関榴弾、こちらを撃っていきます。このクエストですけども、団長のセリフ、またネルギガンテの登場時間、これが全て決まってます。またネルギガンテを討伐しないと次のエリアに向かえません。そのためネルギガンテはすぐに討伐する必要があります。今単発高速弾、こちらを撃ちましたけども、
この後ネルギアンデが登場します。ここで本体のダメージを稼いで、エネルギーガンテのところに向かいます。この際はゾラが立ち上がる動きをするんですけども、その際まで待ってからエネルギーガンテのところに向かいます。準備するのが転身と拡散。まだこのタイミングで戦ってしまうとエネルギーガンテが上空に逃げてしまうので、エネルギーガンデが、ゾラですね、ゾラが完全に立ち上がってから討伐をします。高速が取れてからゾラが立ち上がります。この立ち上がる動きをするとネルギアンデが1回空中に飛びます。でこの正面側ですね、この平行になった方向からネルギアンデが飛んできます。さら転身を着て拡散を打ってきます。体力的には全然多くないのですので、どんどん打っていけば討伐が可能です。あと数発でエネルギーが移動します。これで移動しましたので、そのまま正面の方向に向かっていきます。この際転身は脱いでください。正面のコアに向かいながら、ここでわざと死にます。ダメージを与えつつわざと死亡します。このマグマを受けてわざと死亡します。この間約3分ほどありますので、死亡は問題なくできると思います。死亡しましたら装備を入れ替えます。装備の方のスキルですけども、砲撃手をつけた形、こちらになります。
始まりましたら、そのまま、一番下のエリアですね。あちらの船に飛び降ります。こちらの目の前にある単発高速弾、こちらを回収したら大砲を撃っていきます。この大砲ですけども、右側に2個ずらしておいてください。同じように左側の大砲、こちらも撃ったら左側から右に向けておきます。向けた後は激流層の方に待機します。この激流層ですけども、ネルギーアンテの移動が早ければ2発撃つことができます。ダメージが約6000と非常に大きく、通常の大砲ですね、大砲だと、ソロだと厳しいと思った方がいいです。右側に受付所のエネルギーを貯めてますという表示が出たら撃っていきます。こちらですね。そしたらまた大砲を撃って翼竜に乗って上に行きます。これも大砲を撃って上に行きます。この手前の翼竜、この下で丸を押せば上に行きます。今単発式高速弾、こちらを1本持ってますので、このまま上に行って上で高速します。高速するのは先ほどのエネルギーという表示が出てからで大丈夫です。このまま奥に向かっていきます。で、この際必ず突進が来ますので、突進は受けてもダメージ受けますので、そのままほったらかしても大丈夫です。もし余裕がある方はここで攻撃しても全然問題ないです。もちろん攻撃しなくても十分終わらせられます。そうしましたら、エリアの一番端っこですね。こちら。こちらの大砲を撃っていきます。大砲を撃ったら、こちらのバリスタ。このタイミングでちょうど来ますので、そのままバリスタを撃って、この真後ろ、こちらに単発式がありますので拾って、先ほどの下のエリアに向かいます。途中大砲を撃てる場合にはどんどん撃っちゃってください。そのまま下に降ります。着地のタイミングで武器を出すと着地がスムーズに行われます。で、こちらの単発式ですけども、一定時間経つと回復します。降りましたら大砲を撃っていきます。そしたらこちらで待機します。今こちらに回復していることが分かると思います。受付所のセリフが発生するまでこちらで待機を、発生したら撃っていきます。そしたらまた拾って大砲を撃つ、でまた上に行くと、ほぼこの繰り返しになります。拾ったらまた大砲を撃って上に向かいます。同じように大砲を撃てる場合には大砲を撃つ、でまた突進してきますので攻撃できる場合には攻撃してもしなくても OK です。
ここであまり攻撃してしまいますと、向こう側に回った時ですね、単発飛行速弾、こちら撃てませんので、あまり無理攻撃しなくても大丈夫です。こちらもまだ復活はしてません。で、大砲を撃った直後に来るので、先にバリスタの方を拘束しても問題ないです。で、このまま待機します。付近にいる翼竜が、下に突き落とす動きもしますので、ゾロが何もしてない場合には、あまりこちらのバリサですね、こちらに行かない方がいいです。それこちらを回収して向かいます。船に降りたら同じように大砲を撃っていきます。で、ここで少し時間がありますので、大砲の方自分でもセットしていきます。これでまた、槍が回復しましたので拘束をしてまた上に行きます。この次がちょっと違います。ここまでは、同じ動き、次に上で回収した際、その後ですけども、激流層の方、こちらがか、もう一回使えますので、その場合にはこの船の上で戦うことになります。このまま同じように通過していきます。そしたら同じようにこちらで待機します。今画面の右側に激流層の表示、こちら出ましたので、これを入れれば残りあとわずかです。こちらの単発式ですけども、おそらく、回復しないと思います。激流層の方を打ってから取りに来る形、これで十分だと思います。もし回復したら、回収して下のエリア、そちらで大砲を撃てばほぼ終わりです。これで回復している場合には回収して向かいます。回復していない場合はそのまま下のエリアに向かってもらって大丈夫です。まずは大砲を撃ってエネルギーを貯めたら
激流層の方打っていきます。ここも少し時間ありますので、大砲の方セットしていきます。この突進の後ですね、突進の後にエネルギー貯めてきます。壁から離れる動きをしたら激流層に向かいます。この後は大砲を打てば、終わりになります。高速弾の方も今一発持ってますので十分終わらせられると思います。大砲の弾は武器を出せば、落とせますので、もし5発装填されている場合にはしまっちゃってください。もうあとはただたらたら打つだけです。この後にまたエネルギーを貯めます。このエネルギー貯めますっていう攻撃がだいたい 40% ぐらい待機位置を削られるんですけども、ここは打たなくても打っても大丈夫です。高速弾は復活してますので、もちろん打ってもらっても大丈夫です。あちらですね、復活してますのでそこで拾ってもらってもいいですし、このまま打っても問題ないです。あとはひたすら大砲を打つだけ。これで終わりです。時間の方はほぼ22分から23分ぐらいで討伐が完了となります。特に早いというわけではないんですけども、安定して周回が可能になります。マルチの方の対応ですね、やり方の方も今作ってますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。この後装備の方をご紹介していきます。装備の方ですけども、1回目、こちらの方は特定射撃強化、こちらをつけています。特殊射撃強化ですね。で、2回目の方は、砲撃手、こちらをつけてるだけです。スキルとしては非常に簡単な構成になっています。装具の方は転身と体力。使用したアイテムがこちらです。飛躍セットと爪と護符、拡散で念のための流撃だ。あとは上のエリアで、携帯食料ですね、スタミナがなくなった際、走れなくなった際にこちらを使うとスタミナが回復します。ぜひこの方法を試してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったらいいねの方とチャンネル登録の方お願いします。